じゃあ、マサの第二の故郷、私の第タの故郷、第三第二だから言い張ってるのは、カタールは悪くないんだと、はいい悪くなです人権侵害のね、あるんですカタールの人権問題について、ちょっとこの、そうですね、今回、カタール人を代表して、いや、カタール人じゃないですよ、私の、カタール人じゃないですけど、1年間だけお世話になった国としてはですね、やっぱり日本であまり、あまりというか、ほとんど。 大手メディアでは出てこなかったです、うんはい、あのちょっとあそこでやったのか、うん、あの例の羽、え、鳥、っと、さんの「モーニングショー」ではちょっとだけやったみたいですけど、これですよね、ドイツがあの時まあ日本と対戦したときに、めちゃめちゃ問題になってたのこれなんですよね、うん、これ、ね、はい、これ何やってるかというと、FIFA、サッカー連盟にこれ、はい、あの口封じをさせられたというパフォーマンスをして、政治的な。 ものはしちゃいけないっていうことになってるじゃないですか、fifa では。あ、なんですけど、これやっぱあえてやったと。で、これちょっと正式難しいんですけど。人権問題だというスタンスでドイツ代表はこれやったそうです。なるほど。で、何かというと、これなんですよ。はい。これね、横にこのアームバンドがあるじゃないですか。はい。ここ、なんか。レインボーカラーにしたかった。そうです。で、レインボーっていうと、もちろん l. G. B. T. Q. ですか。はい。あの、要するに、中東では。 ゲイのセックスを禁止してるるとかめめちちゃゃあわけす。で今回の大会もこういうふうに LGBTQ 少数マイノリティの人たちと連帯感をということでドイツ側はリベラルなんでこれをつけて我々はやりたいと言ったら FIFA に拒否されたと FIFA 側といざこざがあってこれに関してはちょっと FIFA はどうなんだと俺たちの人権というか発言の自由を阻害してんじゃないかあでも FIFA 側としてはカタールに大量にお金もらってるし中東で開催するにはもう一 現地のイスラムのほうにやっぱり乗っ取ってやらなきゃいけないからその LGBTQ やめてくれということになってもめて最終的に先ほどのこううい状況になったそもそもカタールでやるって段階で FIFA 側は金に折れてるわけじゃないですかそもそも中東でサッカーやるっていうこと自体がめちゃくちゃ熱いから他の国から来てみたらハンディキャップがひどすぎるわけですはいで でそれを、まあ、カタール側はエアコンを入れますとかス、はいね、タジアムもエアコン入れるとかあれなんか一箇所だけエアコン入ってないところがあってそうそういらしいです、ね、それは夜しか試合してないとかっていう感じでしょだから金の力で何でもできるんだっていうのを見せる。 だってカタール払ったお金が四十兆円ですよ。はい、日本で言うと、万、はい、千億ドルっていうことなんですけど、四十、はいはい、兆円ってなんだよって話ですよ。はい、まあなん日本の国家予算のなんか四四。<laughs> 40%とか金をもてあそんでる神々の遊びですかあほとんどがオイルマネーでそのまま突っ込まれてるってことだと思うんですけど、あれなんか、しかもスタジアム作った後なんかそれ壊しちゃうとかいうことらしいですね、需要がなくなるから、どうでしょう、だってサッカーやる人、そんなにいないですから、そもそも人口がそんなに、カタールって、カタールの中のカタール人って、人口のうちの確か12%トか13%とか、30万人ぐらいしかいないあと。は奴奴隷隷ですかって 言っちゃいますか、まあ、えーはい、出稼ぎ外国人を使って、ね、まあ国民になってってるんですけど、その人たちが働いてて。 実際のカタール人自体はあんまり働いてないじゃまあまあそういうとこあるのかもしれない奴隷の一部として奥山さんもそこで違いますよ。でね、ちょっとすみません、僕はこれ、カタール、やっぱりそんなに猛烈に批判されてるんですよ、このゲイの部分を許さないとかそういうところただね、僕はね、以下の3つの点から、カタールにちょっと同情してる部分はあるんですよ、まず1つ目が、ですね意外にオープンじゃないですか、政権、もちろんクーデターとか90年代ありましたけど、2017年には周りの国に、え めめちゃめちゃゃ嫌われてサウジアラビアとかそういういところにお前らあのなんだっけイスラム同胞団とかを、はい、あの支援しているとかイランをあの支援してるみたいなこと言われてです、ね、周りに結構ブロックエドみたいなことされたりしたことあるんですけど、はいはい、ほらい、ゲイセックスが、ね、確かに反対なんですけど、うん、処罰は他のイスラム系の国に比べても、うん、そんなに厳しくはない。 他のイスラム系と同じように、ううん、まあちょっと嘘ついたら、あのあ盗みをしたら、確かに手首は切られるかもしれないけど、うん、まあまあそれぐらいですよ、<laughs> 裁,判裁判なしでしね、いや,いや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 、はい、スパまあまあまあそれぐらいじゃないですか、はい、な,なので、あのまあ、アルジャジーラもあると、これ、1996年に、うん、結構その当時はやっぱ話題になりましたね、僕もイギリスで見たときには結構衝撃的でしたけど、このアラブ圏で、あの中東圏で、しかもあの唯一、 えー、24時間、えー、ニュース番組をやっててですね、西洋的なの,で他あの実はその半めちゃめちゃ反米ってわけでもないと、うん、意外と中立じゃないかと言われておりますよね、いうこともあります日本も本来、こういう報道番組作るべきですよ、ね。いやいやいや、ほら、NHK ワールドがあるじゃないですか。 日本には一応、英語でねやってますけどいやアルゼンーンは周辺の国々にカタールの話はあんましないんですけど隣の UAE の汚職の問題がとかバリバリやってババリリやって大変です、これはもう大変です要するに意外にオープンなんですこれが理由の一つ二つ目は労働者にオープン。 はい、これ言えるんじゃないですかローソンはオープンですよオープンどころか入れないと国がそうないかそうどんどん入れてカタール人って人口のたった12%なんですけど、うんはい、12%以外のその80何はもう、はいうん オープンなわけですよ働かせすぎで死んでますけどね、まそこはでもしょうがないじゃないですか、中東の街なんでということで、はいはい、で3番目、うん、石油やガスをやっぱ売ってくれてると、うん、やっぱりほら、欧州とか人権がどうだこうだって言ってますけど、うん、お前らカタールの使ってんだろうと、うん、これダブルスタンダードなんですよ、要するにその欧米側は。 これね、僕ね、どこの記事で、ニューヨーク・タイムズにあったのかな、隣の UAE、アラブ首長国連邦あるじゃないですか、あそこにロッド・スチュワート、有名なサッカー大好きなイギリスのアーティストなんですけど、ロッド・スチュワートが昔、ドバイでコンサートやったそうです、ほら、でもドバイ、UAE って相当問題ある、やっぱ同じく人権問題とかも、ゲームをあれ、禁止たしみたいな。なんだだけけどドバイは 開かれた民主主義の土地みたいな雰囲気になっちゃす。あ、なってます、なってます。なっちゃっだからそこでロッド・シチョットやったんですけど、今回あのやっぱりサッカー協会がまああの肩あるからやっぱ通じて、え、すいませんうちでコンサートやってくれませんかとオープニングのワークとかでロッド・シチョットああなたサッカー大好きじゃないですかって言ったら、え、ロッド・シチョットいや人権問題があるって拒否したらしいんですよ。あなるほど。これってダブルスタンダードじゃねえの？だってあんたドバイでやったじゃん。それ言うと。

日本は少なくとも日本は結構関係深いですし、いろいろ石油のプラントとかそういうところも含めてですよ。ということなので、僕は別に、それほど言われてるほど、カタールは悪くないんじゃないかという立場で僕ね奥山さんが国際石油資本の仲間、DS だったというのが、そういうわけじゃないですけど。ということでございます。ととというこでカタル割 そんな悪い国じゃ、中東の中では、ただ向こうのメディアでは、めちゃめちゃ批判されてますよ。今。うんうん、そこは、われわれ。ヨーロッパ、ね。ッパのメディアだけど、実態は。うん、あのー、中東では、全然悪くない方です。だそ,うですそうです、そうです。はい、全然全然。しかも、オープンのこのアルジャジーラっていうメディアも持ってるぐらいですから。はいうん も全然オッケーでしょということです。といことですか。わかりました。まあなので、まあールどういう国かって言ったら、あの報道されているよりは悪くないよということですね。ラクダが話しがになってますからね。はいはい。